街も撮影所も住んでいる人たちも市場もそして俳優を目指す人たちもみんなすごいパワーを持っていました。演技したり笑ったり街そのものが活力にあふれていました。そう、ここは上海、世界中の人が憧れる冒険の都です。写真集の撮影もいよいよ大詰めを迎えようとしています。かつては楽園とまで言われた上海、わかるような気がします。時代が変わって近代化がどんどん進んでどんどん変わっています。繁華街には今流行りのラーメン屋さんや吉野家やミスタードーナツ、日本のデパートや家電メーカーの看板もたくさん見かけます。撮影の合間を縫っていっぱい歩きました。上海の街を一望できるこの公園の目の前には大きな川が流れていました。ゆったりと流れる大きな川をずっと見ていたらなぜか涙が出てきました。君は何がしたいの？と聞かれれば、もっと演技を勉強して女優を続けたいと答えます。いい女優になりたい、人を感動させたい、改めてそう思いました。